琵琶湖大橋琵琶湖大橋の一琵琶湖大橋は、滋賀県大津市と道県森山市の間で、琵琶湖に架かる国道477号の橋である。琵琶湖大橋有料道路の一部として、滋賀県道路公社が管理している。琵琶湖は、東橋を境に北側は、北湖、または、太湖と呼ばれ、南側は、南湖と呼ばれる。料金徴収業務等は、 民間事業者に委託されている。琵琶湖の東西を行き来する、所要時間の短縮、観光の促進を目的として1964年9月28日に開通した。橋を挟んで、琵琶湖の西側にある国道161号と、東側にある国道1号、国道8号、名神高速道路と接続する。中間部は、 橋桁の下を船舶が航行できるように両端よりも高く、最高地点では水面から26.3メートルとされていて、橋脚の間隔も他より広く、最大で140メートルとされている。上下に車線ずつの4車線の車道が付設されている。橋桁は上下線で分離されていて、橋梁部の長さは上り車線橋が1400メートル。 下り車線橋が1350メートルである。橋を遮るものは何もなく、特に強風時は、体力の消耗につながるため自転車で走行するのは、避けるのが無難である。歩行者、自転車は無料で通行できるが、原動機付き自転車や自動車などの車両には通行料がかかり、料金所は森山市側に設けられている。 交通量は1998年以降、1日、あたり3万台から3万5千台の間を推移している。建設費用は約349億円で、当初料金徴収期限は2021年9月27日とされていた。徴収期限の前に無料化することも議論されてきたが、2015年6月24日に、滋賀県知事の三日月大蔵が、 料金値下げも検討するとしつつ、有料継続を正式表明した。周辺道路の渋滞解消や国道161号の4車線拡幅計画に対応するため、琵琶湖大橋に近い区間の取付道路の4車線、拡幅、琵琶湖大橋基礎部分の耐震補強。 ETC レーンの整備などの事業を進めるため、料金徴収期限が2029年8月4日に延長されるとともに、2016年4月1日には料金値下げが実施された。2021年には当初見込みより必要経費が60億円増額となったため、料金徴収期限が2034年10月22日までに延長されることが決定した。 路線バスは、西日本旅客鉄道湖西線片田駅とびわ湖線、森山駅を結ぶ路線などが、東橋を経由する。料金は、召喚主義の原則及び、便益主義の原則に基づいて定められている。1991年度から適用されている、料金は、迂回路の最短距離である国道1号、大見大橋国道161号を通過する。 ルートと比較して定められている。なお、この道路では、交通量の増大によって、工事による追加投資事業が行われているため、たびたび料金徴収期間が延長されてきた。2019年2月1日より、ETC の運用開始、ETC レーンを利用すると通行量が、全車種20%値引きとなる。ETC 運用開始前までは、回数券があったが、 現在は廃止されている。なお、琵琶湖大橋が4車線になった1991年4月から2016年4月までの料金は以下の通りである。古来より琵琶湖を利用した古城輸送が発達してきたが、道路交通の発達によりかつての古城輸送が帰り見られることが少なくなった。琵琶湖が滋賀県を東西に二分する存在となり、水資源や観光、 業業などの観点以外からは、ビワ子の存在が、県政の発達の障害になった。特に、湖西地域は、県の政治、文化、経済の中心から離れて、停滞不振となり、県内の中では最も行進的な地域だったとされる。県民一人当たりの所得で比べると、湖西地区は、県平均の76%程度だった。そのため、滋賀県は、 地域格差を是正すべく、琵琶湖の対岸同士の距離が、最も短い滋賀郡片田町と、安郡森山町の間に架橋することを計画した。1956年7月に、木の浜、片田間架橋測新規制同盟会が設立され、さらに、滋賀県知事の諮問機関である、滋賀県観光事業審議会において、琵琶湖横断橋の仮設と周辺の観光施設の、 整備を重点的に取り上げるよう要請があった。ここで、架橋運動が盛んになり、1959年に、滋賀県は初めに、琵琶湖大橋架橋の前提となる、滋賀県道503号森山方田線の認定に至った。滋賀県は、路線の認定と並行して、架橋に関わる調査を進め、建設省や日本道路公団に対して、 琵琶湖大橋を有料道路として建設、管理するよう要請した。しかし、1962年4月になり、滋賀県が独自に有料道路として建設するよう方針を変更した。なお、1960年の琵琶湖総合開発協議会で、片田、森山間に締め切りダムを設置し、その上に道路を通せば、経費削減できるという意見が出されたが、 滋賀県はダムによって、琵琶湖を分断し、湖の水位低下することは反対とし、ダム建設とは分離して、河強計画を進めた。地質の特徴として、河強地点付近は、固定下11から23メートル厚の沖石層は、軟弱な粘土質のシルト層であり、この下の新規鉱石層は密な再砂層という、構成の比較的安定した支持層であった。 一方で、取付道路の土質は、片田側では、一般的に、殺出シルトで安定しているが、森山側では、京大付近では、非常に、不安定であった。経済調査や、地質調査などの諸調査がまとめられ、これに基づいて、技術的及び経済的に佳境の可能性が明確となった。橋梁の福音は、橋を通る路線は、当時一般剣道であったが、 国道並みの水準に整備する方針となった。また、開通当初の1日あたりの交通量は500台、22年後には3500台と予測されており、この需要に応えられる福音にする必要があった。その結果、道路構造令に基づき車道幅は往復2車線分で6.5メートルと決定された。また、 計画当初は両側に歩道を1.5メートルずつ整備することが考えられていたが、歩行者交通量の需要が少なく召喚計画に負担となること、また仮に歩行者が多く自動車等の交通に支障を与えることとなれば有料道路の性質上歩行者を通行止めにすることができることを理由として設置しないことに決まった。歩道を設置しないことで、 両側に路肩を0.25メートルずつ取って、全幅7.0メートルと決定された。縦断線形は、航路空間の確保が考慮に入れられた。当時、古城で最大の船舶であった、ハリマルについて検討した結果、幅120メートル、高さ20メートルの桁下余裕庫を、片田側に設ける必要があると分かった。また、最小桁下余裕庫は、 湖面の異常上昇1.5メートル、波浪2.0メートルの計3.5メートルが必要と想定され、これをもって設計すれば遊覧船以外の船舶のほとんどが航行可能だと判断された。橋梁の上部構造は内外からの見た目や思考の容易さから上知式が選定された。主警官部は三警官連続交渉版運げたとして、 景観割は90メートルプラス150メートルプラス90メートルとし、側景観は42メートルの単純合成桁を24景観設けることで決定した。株構造は地盤が比較的軟弱なため軽い構造を採用した。また、橋脚はラーメン構造で美観を保護するため隔壁を設けることとなり、基礎は 軟弱な地盤を考慮して区域素が採用されることとなった。琵琶湖大橋の建設ははじめ滋賀県の総務部企画課と土木部道路課が担当に当たった。その後、1962年10月1日に琵琶湖大橋建設室が設置された。1962年11月5日に京阪丸を建設予定地に停留させ、戦場で起工式が行われた。 その後、1964年東京オリンピックに間に合うよう約2年で完成させる目標が立てられ、建設工事が急ピッチで進められた。1962年12月に建設資材を搬入するための工事用道路として、片田川の取り付け道路から工事が始まった。地質は地下水位が高く岩水量が多いので、年制度の拡乱を避けつつも路盤に適した。 道路用の差出制土砂を転圧しつつ5メートルの高さまで盛り土した。片田川では道路用として取得された土地は最低限であったため、溶壁を用いて土止めを実施した。取付道路により遮断された農道や水道に対してはコルゲートパイプを設けた。森山側は片田川に準じて取付道路の建設が行われたが、 厚密沈下が想定されたため自体の早期築造によって促進を行った。取付道路の施行開始から同時期に食い大台が建設予定地の古城に到着し基礎食い設置の準備が完了した。1963年2月には工事測量を古城にある架橋予定地点で実施した。その直後に体系交換杭の第1号が現場に搬入され、 準備が整い次第すぐに打ち込みが開始された。1963年の春から夏の間に杭が打ち込まれ、次第に橋脚の建設も始まった。この工事によって日本で最初の大口径交換杭を打ち込むため、世界で初めての振動式杭抱きを用いた工法を採用した。ハンマーを用いた従来工法では振動や騒音が大きく、 杭の損傷が大きくなる欠点があった。橋脚は軟弱な地盤の上に設置するため重量を軽くする必要があり、形状は上部構造とのバランスを考慮して、ラーメン形式、壁式、杭ラーメン式が採用された。ラーメン形式のものには耐震と警官により、隔壁を設けた。水中施工は大きな費用を要するので、それを避けるため水中ではなく、 体系交換杭の上に、鉄筋コンクリートでフーチングを設けた。さらに船舶との衝突などで、区域素が損傷しないよう、フーチング部の周辺には、PC 板を設けた。株港で出動した船舶は、クイダ、大船一隻、クレーン船三隻、コンクリート注入船一隻、資材搬入船一隻、栄光船二隻であり、 あたかも海線を彷彿とさせる工事現場だったという。1963年9月からは当初の工程通りに上部構造の設置段階に入った。合成下駄の設置にあたってはクレーン船に加えケーブルクレーンが用いられた。仮組検査が最初に終了した第1号の合成下駄が搬入されたのは同年10月6日で12月5日から仮設が開始された。 この年内には橋桁9基の仮設が終わり、当初の予定通りに工程が進んだ。年が明けた1964年には、高張力ボルトの締め付け、仮設用鉄塔の設置、ケーブルの緊張作業が行われるが、その間に3景観連続高昇板箱げたの、側景観が工場で製作が進められていた。仮組が3月26日。 搬入が4月9日に行われ、片田川、森山側に順番に仮設が行われた。試行中の6月2日には、高松の宮信人親王と、信人新納引く子が視察に訪問された。続いて、延長140メートルの3景観連続校、昭番箱下田の中央景観が製作、仮組み、動的試験が進んで6月16日に搬入された。 6月21日から7月7日にかけて仮設が行われ、7月9日に高張力ボルトの締め付けが完了した。1963年7月15日に最後の合成下駄の仮設が全て完了し、片田と森山の間が連結された。その後、教用開始までの約2ヶ月で、床板、降欄、舗装、塗装などの工事が特貫で行われた。 高欄の設置にあたっては特殊な曲線をした形状であり、設置時は特注の器具が用いられた。高床板の上の舗装は点圧を必要としないがほ、節温度が摂氏200度摂氏270度と高温で、アスファルトとフィラーを多く使用する代わりに砂が少ない、グースアスファルト舗装が採用された。舗装に先立って、ゴム混じりのアスファルトを塗布することで防水性や、 付着性の向上を図った。合成駄の上の舗装は、他の橋梁でも採用されていた仮装が密、潰し木アスファルト、修正、トペカを表層とする二層式が用いられた。取り付け道路では特に、森山側の厚密沈下の懸念があり、道路用メッシュ入りコンクリート商板を敷いた上で、ソイルセメントを打設して、基礎とした。 開通式は1964年9月27日に行われ、翌日の9月28日0時に供用が開始された。同日に国道8号から琵琶湖大橋の取付道路も開通した。当時は日本最長の有料橋であり、景観距離も味川大橋をしのいで日本一であった。開通当初、料金所は 片田川の国道161号から340メートルの部分と森山川の橋台から114メートルの位置に設置された。片田川の料金所は運転者が圧迫感を感じないため緩やかなカーブをつけた構造だった。森山川の料金所は鉄骨構造で近代的な軽快さを持たせコバルトブルーとホワイトカラーによる色調で 道路や橋梁との調和を図った。片田川の料金所に併設して、管理事務所が設けられ、琵琶湖大橋の状況を把握できるように事務所前面は、ガラス張りとした。片田川には駐車場が設けられ、当初は、バス40台、乗用車180台の駐車場が設けられた。休憩施設は、民間会社による経営による、レストハウス。 売店と県営の有料休憩所が設置された。また、将来的には、プールの併設も予定されていた。そして、古城を遊覧する船舶や遊覧ボートのための、桟橋が設置された。琵琶湖大橋の供用開始日をもって、滋賀県琵琶湖大橋有料道路管理事務所が設置され、同年の10月31日に、琵琶湖大橋建設室が廃止された。 そして翌日の11月1日に管理事務所土木部管理課の所属機関とした。琵琶湖大橋の開通後、周辺の開発計画が著しく、特に国鉄古西線などの建設によって、さらに交通量の増加が予想された。そのため、片田川の料金所のゲートを拡幅し、また森山川の取付道路の 9.8km が、 有料道路として編入されることになった。開通後は、片田川、森山川の両方で駐車場、ホテル、遊園地などの観光施設の建設が行われ、京阪神、中京方面から多くの観光客が訪れる結果となった。1969年の年間交通量は約134万台であった。1日あたりの交通量で3665台に、 達したため、開通前の試算である1日あたり706台より大幅な需要があったといえる。1977年から1980年にかけて、橋梁の両側に歩道が設置される工事が行われ、それと、並行して、取付道路の歩道整備や、交差点改良が行われた。また、1982年から1988年にかけて、 国道161号交差点から、湖西道路間のインターチェンジなどの琵琶湖、大橋有料道路の区間が延伸され、同時に歩道の工事も行われている。琵琶湖大橋の東側には1980年代から、高層マンションや、リゾートホテルが建ち、別荘地として分譲も始まった。さらに総合保養地域整備法によって、 滋賀県が1990年に定めた、琵琶湖リゾートネックレス構想によって、琵琶湖大橋東詰めの地区が、重点整備地区に指定された。琵琶湖大橋は、琵琶湖の東西の交通をスムーズにさせ、琵琶湖の観光名所としても欠かせないものとなった。しかし、琵琶湖大橋に連絡する国道や周辺道路の、交通量が増加し、 奇襲点付近では交通混雑が火を追うごとに、著しいものとなっていった。そこで、1989年から、琵琶湖大橋の4車線化に着手するようになった。大津方面行きが急遽、森山方面行きが新橋を用いている。工事に先立って、再び土質調査が行われ、著しいご想像となり複雑な地盤であると結果が得られた。なお、 複雑な地形を鑑みて、施行時には、大津市川、森山市川の各5カ所で、ボーリング調査が行われた。1日あたりの計画交通量の推定も行われ、2000年度には25,200台、召喚期間の最終年である2023年度は26,400台と、推定された。さらに、環境対策として、地検、水検での影響が評価され、 同時に、景観の検討も実施されている。琵琶湖大橋を管理している、滋賀県道路公社では、4車線加工時に着手にあたって1988年度に、道路公社公務部に、琵琶湖大橋建設準備室を設け、その後公務部から独立した、琵琶湖大橋建設事務所を設置して、本格的に事業を進めた。新設する橋梁は、 コロブ部が3系間連続交渉版箱桁が1連、それ以外の部分が5系間連続微合成版桁が5連と、単純、プレテン PC 桁が1連設置されることになった。コロブ部の構造は、急鏡と同じであるが、コロブ部以外の部分は走行性、耐震性、経済性を考慮して構造が異なる。思考にあたって、大部分が、古城の難易度が高い工事となり、 特に交換や板基礎工は緻密な精度が要求されるため測量台を4カ所と補助測量台を各橋梁ごとに設置した強用している急橋に大きな影響を与えないよう急橋の水平変異、延直変異、傾斜を観測したが試行中それぞれの変異は計測誤差の範囲内に入り急橋の橋脚に異常が見られなかったまた 琵和湖の水質を保全するため、橋脚部周囲にお宅防止膜を転調することで、直出の拡散を防ぎ、施行機関は、現場周辺の水質検査を行った。工事用船舶による施行が不可能な推進の浅い、場所は桟橋を仮設し、桟橋を設けた区間と工事用船舶を用いる、区間を同時施行することで工期の短縮を図った。協梁の基礎は、 急強が多中式交換具位基礎に対し、新橋は交換や板いずつ基礎を採用している。基礎の打ち込みは中堀工法により行い、交換や板は水面上まで立ち上げてその頂部に長藩や区体を設置する立ち上がり方式での施行が行われた。基礎本体を仮締め切り壁として兼用し、長藩や区体の構築後は切断した。 水位の変動によって、交換や板がそのまま見えることがあるため、後の工程で、フーチングの下部に、コンクリート PC 板を設けて景観に配慮した。防食のため、ポリエチレン被覆防食による、重防食が行われている。基礎のコンクリートは、水中での脱折となるので分離しないよう混和材として、AE 減水剤、高性能減水剤に加え水中不分離性、 混和材が用いられた。交換焼いた基礎の長藩は、交換焼いたの側面に長藩を排するように設置した。下部校は片枠消し歩行の設置を行い、フーチングを設置し、橋脚部の設置の順に行われた。コンクリート打設は最大高さ4メートルを限度として行い、4回、ないし5回に分けて、打ち込みを行った。工事用船舶を用いて施行する区間では、 打設に用いる生コンクリートを含んだアジテータトラック2台と打設用のコンクリートポンプ車1台を船舶で試行現場に運送した。上部校は材料を加工したものを仮組み立てし、それを一度解体した後に塗装して現地に発送した。仮設時は大半の区間はベント工法によってクローラークレーンを用いて設置したが、最も高くなる部分のみは、 クローラークレーンを用いたキャンチレバー工法で仮設した。新旧の橋梁が並列することで振動応答が変化するため、落橋防止で新橋、旧橋の両方に精神プレートがそれぞれ水平方向の外側に向けて設置された。このように車線化工事に伴い管理事務所や料金所は大津側にあったものを撤去し森山側に統一して 施設の充実化を図った。橋上の交通や料金所の状況を把握できる要管理事務室を全面的に道路側に配置した。この料金所付近には1995年に開催された美和子現代造形展の作品と森山市の渚公園にあったオマン道路を移設した。転落防止策や照明灯、植樹体などは景観に配慮されており、 車庫や倉庫は管理事務所と色彩を統一するなど集計への配慮が行われた。橋梁の工事に並行して、滋賀県道2号大津の戸川長浜線と滋賀県道42号草津森山線の改良工事も滋賀県道路公社の下で行われることとなった。2009年3月14日に、東行き橋梁の追い越し車線の一部に、 約時速 60km で走行するとタイヤの振動音でビワゴ修航の歌が流れる仕組みのメロディーロードが約 600m にわたり設置された。橋でのメロディーロードの設置は日本で初めてである。2019年2月1日から ETC が導入された。最初の計画では2019年4月から導入される予定であったが、 工事完了が早くなることから導入が2ヶ月早くなった。往復8レーン中4レーンが ETC レーンとなっている。また ETC 導入工事と同時並行としてビワ湖大橋東詰め交差点の右折車線を増設する工事が行われている。ビワ湖大橋有料道路は滋賀県立東市林から滋賀県大津島の府門町に至る一般有料道路である。 取付道路を含めて、滋賀県道路公社の美輪湖大橋有料道路として、管理されている。美輪湖大橋取付道路、レインボーロードと呼ばれる。認定されている路線としては、立東市林から森山市洲本町までは、県道11号森山立東線、森山市洲本町から大津島の府門町まで、国道477号である。はじめは、 一般県道503号森山片田線として認定されていたが、主要県道328号立東片田線を経て、主要県道328号立東大津線になった。そして、1993年に森山市相本伊勢が国道477号となり、1994年に主要県道11号立東大津線は、 主要剣道11号森山立東線へ解消されて現在に至る。ありがとうございます。